回使ったんですけど、もう一度から焼きちょっとやってみます。それからお肉焼きたいと思います。しっかり火通して、最初ねシルバーだったんですけど、やっぱ使ってる間にやっぱなんだろう、から焼きすると黒くなりますよね、こう真っ黒く。でしっかり熱したら油をちょっと注ぎたいと思います。油かけました、うん、おーすごいすごいすごい、しっかり馴染んでますね。これしっかり油を伸ばしてから焼きですね。一回ね試しにお肉焼いたんで、焼いたとこだけなんかちょっと色がなんか綺麗になってますね。この後しっかりお肉ね焼いていきたいななんて思ってます、うん、あだんだんやっぱ油焦げてね鉄板黒くなってきましたね。で焼きます。わーすごい、うん、なんかキャンプ行ってる感じですね。これすごい本格的、うん、美味しそうです。しっかりね焼けてますね。やっぱ私ねレアが好きなんで、もうひっくり返しちゃおうかなそろそろね、うん、もうただ色が、あでもまだ早いかな、あちょっと早かったですね。あでもちょうどいいなこれ、うん美味しそう。これで反対側もねちょっと色目つけば、もう私ちょっとレアが好きなんで、もうこれで出来上がりですね、うん、ちっちゃいお肉が鉄板ちっちゃいんですけど、お肉がちっちゃい分焼き上がりも早いかななんて思ってます。強火で一気にね焼いちゃいたいと思います。キャンプのコンロだと実際どうなんですかね、うん、家のねちょっとあの一番小さいコンロのところでやってみました。あもう出来上がりましたね、うん、いいですね。ニンニク先にちょっと炒めておいたんで、それ乗せて、ね、出来上がりです。今ニンニク1個落っこっちゃった、ね、はい、出来上がり。それではね、いただきたいと思います。出来上がり、はい、出来上がりました。早速ね、食べたいんですけど、音聞こえますかね、ジュージュー。うわー、美味しそう。うん、すごい。これ一人で食べたら美味しいですよね、こんないっぱいね。よし、じゃあ食べてみたいと思います。よし、じゃあこれニンニクつけて食べよう。よいしょ、うん、うわーすごい、うん、鉄板がね熱せられてて火がね結構引き続き入る感じですかね。お、ミディアムレア、うわー美味しそう。いただきます。塩コショウしかねしてないんですけど、うん、あやっぱねこれ、うん、ホストで食べたら美味しいですよね。これ多分このままでもねすんごく美味しいですね。うんうん、美味しい。ちょっとこっちに、おーおーすごいすごいすごい、うん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 、あー美味しい。ちょっとこれ、うん美味しい。よしこれ、これも、うん、はい、あ、おいしい。上手にできました。うん、鉄板ね、すごくいいですよね、皆さん、よかったら。セレア、もう売り切れちゃってるかな。うん、これ、ぜひ使ってステーキとかソーセージ、ね、ぜひ焼いて食べてみてください。この鉄板、すごい良かったです。ここね、穴のところフックになってるから引っ掛けられますんでね、熱くても大丈夫です。それじゃあね、さよなら。また見てください。